はい、皆さんこんにちは。かなり久しぶりにこのドバミミズ養殖場に来てみました。この前ね、100匹シマミミズをここに投入したんですけど、ほとんどその日からもう全然見てません。温度チェックとかもしてません。温度はね、もういつも10度ぐらいですね。全然ピントが合わなくて、温度計できなかったんですけど、12度ぐらいでした。でもここはね、しばらく春まで早々チェックはしないと思うんですけど、今日はね、ここにどっさりと落ち葉を投入しようかなと思ってます。シーズン的にね、かなり落ち葉が落ちておりますが、うちの庭にもたくさんあるんですけど、今回はね、せっかくなんでその辺の道路にとっちらかってる落ち葉を、ほうきで集めてここに投入しようと思います。はいはい、ちょっとずつ見ていきましょう。こんな風にね、道路にこう落ち葉がずっとずっとあるので、こういうのをね、ほうきで回収してあそこのミミズ養殖場に入れたいと思います。基本的にはね、このほうきとちり取りがあればがっつり集められると思うんで、今からちょっとお掃除がてら落ち葉を集めてきます。はい、結構集まったんで、ここにガンガンと落ち葉を足していこうと思います。結構な山盛りになったんじゃないかなと思います。パッと見でこんな感じですね。横から見たらこんななんで、頂上が1メートルぐらいですかね。これもね、少しずつ分解されていくんで、ゆっくりとゆっくりと確認しながら、これからもこのドバミミズ養殖場を育てていこうと思います。とりあえずちょこっとスコップでかき混ぜましょうか。このままだと落ち葉飛んでっちゃうかな。飛んでってもいいんですけどね。少しだけスコップでかき混ぜようと思います。近くにクワがあったんでクワにしときます。シマミミズはね、中にやっぱり全然生きてます。この子たちに春ぐらいまでは頑張ってもらおうかなと思います。こんな感じですかね。全体的にかなり体積が増えた風に見えますけど、落ち葉が入ってね、空気の層もできたんでいいんじゃないかなと思います。また何かあればちょいちょい経過観察しますんで、よろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。